こんにちは。読書セラピストの井田翔吾と申します。読書会の開催や発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。2022年12月12日にオンラインで開催されました北海道知事若獅子の会に参加をしました。人間学を学ぶ月刊誌である知事を用いた読書会は木系会というふうに呼ばれています。その中でも35歳以下の若手で構成されているものが若獅子の会となっております。私は、北海道知事若獅子の会に世話人として活動に携わっています。若獅子の会では感想文を事前に読んできて、それを発表して、お互いのいいところを見つけて褒めるという美点行使の観点でフィードバックをし合います。一人で読んだだけでは得られなかった気づきを得ることができますので、とても有意義な時間となっております。12月号の特集は追悼稲盛和夫でした。私はですね、インタビュー記事を通しての感想文というものを書きましたので、発表したものをこちらでも読み上げたいなというふうに思います。アーカイブインタビュー、利他の心こそ繁栄への道を読んで、若獅子の会には世話人として関わらせてもらっている、迷子を課題文を選出している、今回に関しては迷うところがなかった、どの記事を読んでも稲盛和夫さんだからだ、こう言っては失礼かもしれないが、あえて他の連載記事を課題文には選べないと思った、それだけ参加される方々が稲盛さんについてどう考えたのかを知りたい気持ちでいっぱいになりながら読んだ。亡くなった方のことを悪く言うことはないだろうが、それにしても周りの方の話を読むと、稲盛さんがいかに慕われていたのかがわかる。優しくも時に厳しく、ど真剣に生きていた方だとわかる。近寄りがたい存在ということもなく、会ったことのない私でも思わず稲盛さんとさん付けで呼びたくなるような親しさも備えた方だと思う。どの記事を切り取ってもそこに現れているのは稲盛和夫さんそのものである。今回の記事の中で一番心に残ったのは過去のインタビューである。そこには人生で一番大事なものは、どんな環境にあろうとも真面目に一生懸命に生きることをと説いている。さらに、ただ一つだけ自分を褒めるとすれば、どんな逆境であろうと不平不満を言わず、慢心せず、今目の前に与えられた仕事、それが些細な仕事であっても全身全霊を打ち込んで真剣に一生懸命努力を続けたこととおっしゃっている。周りに多大なる影響を与えられた稲盛さんであっても苦労された時期があった。それでも腐らずに向き合ってきたからこそ、多くの方を引きつけ結果を残してきたのであろう。自分がやるべき目の前の仕事に集中しつつ、自分のためではなく他人のためという利他の心こそ、結果的に自分の魂を磨き輝かせるのと感じた。90年の魂の修行を終えられた稲盛さんが次の世界でどう受け入れられているのかは知る由もないが、これからも心に刻み追い続けたい、というですね、感想文を発表しました。若獅子の会に興味のある方、特に北海道の方ですね、参加してみたいなとか興味ある方は私の方にご連絡いただければ、つなぎますのでよろしくお願いします。最後まで聞いただきましてありがとうございます。また次回もお楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。